わっ、俺の体はビビッチワーン、今行くからね。レインディナーズの奥に乗り込んだルフィたちは捕らえられていたビビの救出に成功した。しかしそこにはすでにクロコダイルの姿はなかった。ルフィさん、皆さんもどこに行ったのか心配してたのよ。おお、久しぶりだなビビ。え、久しぶり？なんでもないわ。でも無事でよかった。ビビ、ワニのやつはどこだ？クロコダイルはアルバーナに向かったわ。バロックワークスは国王軍と反乱軍をアルバーナで激突させるつもりなの。なんてこった、こうなる前に終わらせるつもりだったのに。ええ、急いで反乱軍を説得しなければ。わかってる、行くぞビビ。ありがとうルフィさん、皆さん。ごめん。ごめんね、心配かけたわねカルー。待てよビビ、何するつもりだ？もう放っておけないの。何としても反乱軍を止めるわ。もうバロックワークスの好きにはさせない。1分、いえ1秒だって無駄にできない。私はもうこれ以上誰も死なせたくないの。甘いんじゃねえのか。七部会の海賊が相手でもう100万人も暴れ出してる戦いなのに、今さらお前一人で止められると思ってるのか。それの何がいけないの？命を落として人を守ろうとすることの何が悪いの？今さらお前なんかの命一個で賭け足りるもんか。じゃあ一体何を賭けたらいいのよ。俺たちの命くらい一緒に賭けてみろ、仲間だろうが。みんなもう一度だ。何回でも何十回でもワニのやつをぶっ飛ばしてやる。また仲間のため？よほど大切にしているものなのね。